チュバチュバワンダーランドは千葉テレビ放送で放送されている子供番組である。当初は5分間のミニ番組として放送していた。現在は主に15分版を放送している。本記事では期間限定でいくつか放送されている派生番組に関しても説明する。2007年10月1日5分間のミニ番組として放送開始。 2009年4月までは、シースターズという少女3人組による楽曲、チュバチュバチュッチュチュを披露していた。2009年5月2日以降、セカンドシーズン第2弾と名称が付けられ、シースターズに代わり、ご当地ヒーローキャプテン C が登場。楽曲、ロックンチュバを披露した。2011年7月4日からは、従来の5分版に加え、 千葉テレ開局40周年記念番組として15分版を放送開始した。番組前半が講述する特撮ドラマにリニューアルし、サードシーズンとしている。また、千葉県内の幼稚園、保育園訪問やショッピングセンター、住宅展示場などのイベント会場で番組のステージショーが行われている。シースターズの卒業イベントキャプテン C の。 お披露目イベントはいずれも、モラージュガシワで行われた。モラージュガシワでは、毎月定期的にショーが行われており、番組自体のスポンサーでもあることから、番組内ではしばしば、チュバチュバワンダーランドの聖地とも紹介されている。ショーは1回あたり1000から2000人近くが集まることも、多く、会場への入場制限をすることもある。 2014年9月20日から2015年11月29日2016年4月30日から9月25日には、当番組をイメージしたアミューズメントパークである、チュバチュバワンダーパークが、船橋市にある、プラウドシーズン船橋小室内で営業していた。営業は、土、日宿日のみである。出演者の多くは、劇団スーパーエキセントリックシアター所属の俳優。 女優である。赤いワンピースとリボン、ポニーテールがトレードマーク。イベントでは、司会を務める役割である。2021年4月の番組改編にて、5分版の、レギュラー放送が廃止された。番組開始2010年3月基本的に18時15分から18時20分に、放送。マリーンズナイター、高校野球関連番組等の、 特別番組放送時は休止。当初は毎日放送であったが、2009年4月に、金曜及び第3日曜は、枠配止となった。2010年4月から2021年3月その他、高校野球兼予選時期等は不定期に穴埋めとして、放送されることがある。また2010年7月26日から9月30日までは、 月曜日く水曜21時55分22時にも放送され、講述する、チュバチュバワンダーランドの天気予報も日中に随時放送されていた。2010年4月から2012年3月までは、毎日18時55分から19時に放送していた。2012年4月以降はその前に放送している、オンゴーワックスが枠移動したため放送されなくなった。 しかし、これまで平日のみだった15時55分 -16-00 の放送が土日にも拡大したため、毎日放送であることに変わりはない。かつては、ロックンチュバが披露されることが多く、別の曲をミュージックビデオ形式で放送する場合に、番組タイトルは、メガボルト、チュバチュバワンダーランドと表記されていたが、 現在はむしろ他の曲が披露されることも増えており、番組タイトルの表記分けもなくなっている。番組前半では、キャプテン、シー・ダ・スター・ディ・お姉さんによるコーナーを放送する。後半では、県内の幼稚園、保育園、または各地で行われたステージショーの様子が放送される。15分版にはスポンサーがついており、 番組開始の2011年から2014年3月までは、モラージュガシワの一社提供であった。2014年4月から、講述する特撮ドラマでも、舞台として登場したことがあるユニーも、スポンサーとなり、モラージュガシワと合わせた、複数社提供に変更されている。後に2016年からは、東海住宅も、スポンサーとなり、後に、アピタが外れたため、 現在は2社提供である。6時30分枠はノンスポンサー。ただし当日の18時15分枠が休止の場合は、モラージュ歌しは、東海住宅の2社提供で放送。18時15分から放送した場合、以下のような流れで放送される。前半コーナーの内容は、以下の通り。ダスターディーが街中で、いたずらやマナー違反を仕掛けるそこに、 キャプテン C が現れる。場所を移し、キャプテン C とダスター D が対決。キャプテン C が勝利する。最後に、テレビの前の子供たちに対し、今回、ダスター D がやったようなことをしてはいけないと呼びかける。また、ストーリー上やむを得ずキャプテン C らが、電車やバス車内で立ち上がるシーンを含む場合もあるため、演出の都合上車内で立っているが本当は、 マナー違反という注釈が入る場合もある。なお、一部を除く楽曲は、千葉テレの放送開始前フィラーや、千葉未来チャンネル内の、千葉未来チャンネルガイドの BGM としても使われている。メイン会場のモラージュ柏番組出演者と触れ合える、イベントとして、千葉県内外の各所でショーを実施。毎回30分程度のショーを2回実施し、ゲームをしたり、 番組テーマソングに合わせた踊りを披露している。主な開催場所は以下の通り。スポンサーのモラージュ歌詞はユニー系列の店舗ビッグホップガーデンモールインザイのほかセブンアイ系列のショッピングセンターで開催されている。またここ数年では千葉県内外の各住宅展示場幕張メッセで行わる展示会でのステージイベントの一つとしての開催例も多い。 イオンモールなど、イオン系列のショッピングセンターでの開催はあるものの、ユニー系列、セブンアイ系列と比べれば、ごく少数の開催に止まっている。なお2016年7月17日には、千葉テレ開局45周年記念イベント、スマイル千葉フェスティバルの一環として、プレナ幕張にて開催された。2017年以降はそれ以前と比べると、 新規会場でのイベント開催は減少し、複数の同じ会場を数ヶ月ごとに回って開催することが増えている。また、住宅展示場、分場マンション販売地区での開催が極端に増加している毎月のイベント開催実績も2017年以前は平均月5から6回は開催されていたが、開催数が 徐々に減少傾向にあり、現在では月に3から4回程度の開催であることが多くなっており、2019年6月はモラージュがシワのみの開催となった。2020年は新型コロナウイルスの影響によりイベント開催ができない状態が続いていたが、同年9月よりモラージュがシワで事前予約形式でステージショーを再開している。以後も、 毎月1回同様の形式で、モラージュがしわでのみイベントが実施されている。千葉県外では、千葉テレがスピルオーバーなどで、視聴可能な東京都上東地区、埼玉県、茨城県南部で、ショーが行われることがある。2013年6月3日から3ヶ月間、新経成電鉄にて、ラッピング電車、チュバチュバワンダーランド号が運転された。 初日には新津田沼駅前で出発式が行われた。また数量限定でキャラクターイラストが描かれた記念乗車券も発売された。ありがとうございます。